シェリファーロイドは、ジャマイカの陸上競技選手、専門は400メートルを主とする短距離走。ミドルセックス軍クラレンドン教区出身。北京オリンピック女子4400メートルアール銀メダリスト。身長172センチメートル、体重68キログラム。2007年世界陸上競技選手権、大阪大会には、第二走者として、シェリカ・ウィリアムズ。 デビータ・プレンダーガスと、ノブレーン・ウィリアムズと女子4400メートルアールに出場。ジャマイカは3分19秒73の記録で、アメリカに次ぐ2位となった。また女子400メートルでは準決勝5着敗退となったが51秒00の自己ベストをマークした。2008年8月北京オリンピック4400メートルアールには、第2走者として、ローズマリー・ホワイト、シェリカ、 ウィリアムズ、ノブレーン・ウィリアムズと出場。ジャマイカは3分20秒40の記録で3位となり、銅メダルを獲得したが、後日2位ロシアチームのドーピング違反が発覚し、繰り上がりで銀メダルとなった。9月 IAAF ワールドアスレチックファイナルでは51秒86の記録で8位となった。2009年世界陸上競技選手権ベルリン大会。 4400メートルアールには第三走者として北京オリンピックのメンバーと出場。ジャマイカは3分21秒15の記録でアメリカに次ぐ2位となった。ありがとうございます。